はいどうも皆さんこんにちは、ぴよつきチャンネルぷぬしのぴよたです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器はこちらとなります。でーん、ボトルガイザーとなります。ボトルガイザーです。ボトルカイザーじゃなくて濁点がつきます。ガイザー、こちらスプラッシュシールドウルトラショットを持っている武器となっております。まあ結構スプラトゥーンを長いことやってる人だったらわかる、使いこなせればめちゃくちゃ強い武器の一つとなっております。こちらのね、まあ操作難易度がいろいろ高いんですけれども、まあそちらについては後で説明いたします。今回はスペゾー、インコーリスアップのメイン、そしてイカセコをやっていきたいと思います。それではガチホコバトルスタート。さあこちらのね、まあボトルガイザーの特徴というものをまずはご説明いたします。上に上がった方が分かりやすいかな。試合始まる前に一発だとこんな感じで飛びます。めちゃくちゃ遠いですね。ただし長押ししていると2発目以降はここになります。2発目以降ここね、1発目だけここに飛んでます。1発目だけ射程が長く、しかもですが威力が高いです。はい、1発目を当てた場合だったら、確定3発、2発目以降を当てた場合は確定4発というふうに、射程だけじゃなく威力も高いっていうことをねやって、上手い人はこれを本来長押しでも普通に弾が出るんですが、一発目だけを出すために指切りというテクニック、まあ簡単に言うとね連打するんですが、連打して一発目だけを出し続けるっていう、そういうことをやります。まあこれのねいいところ悪いところっていうのがあって、威力が高くてめちゃくちゃ飛ぶんですけれども、一発ずつボタンを押すことによってちょっとエイムがずれたりします。なので結構個人的にはね、長押しをしてやるのもありです。ただし長押ししたことが必ずしも全部悪いかって言われると、長押しは別に全部が悪いわけじゃなくて、長押しは長押しでね塗りが強いんですよ。あの一発ずつ打つのよりもね。なのでそういうのを使って頑張っていこうぜというわけです。こういう遠距離の部分で敵にね圧をかけたりするときには一発ずつ打つ方がいい。ちなみにお相手はヒッセンヒュー、スパッタリーヒュー、モミジシューター、ノバブラスターの無印。ノバブラスターの無印ってなんやかんや珍しい気がしますね。やばばばば、やめんか。はい長押し、はい長押せてないじゃん。うわきたー、これはやられたかもしれない。やられる、早かったですね。いやーガン攻め1キルしたか、したっけ。どうでしょう、結構ボロボロにやられましたが、僕ねそもそもスプラッシュシールドがついてる武器を使うのが苦手なんで、そう、そこの部分でね完全にサブを忘れてメインのみで戦っちゃうんでね、今回はサブとかもうまく使って戦っていきたいんですが、2キル、お意外とやってた。さあ挑戦終了、負けですが301プラスで120ぐらいですね。やったぜ。そろそろ S クラス1が見えてきました。まあゆっくりとね、別に得意じゃない武器も使ってこういう風にローテーションでやってるから上がり方がゆっくりなのはいいんですよ。下がらなければいいんだよ、下がらなければね。射程が長いとこんな感じで38ダメージを3回やって確定3発、2発目以降はよいしょ30なんで、これが確定4発となります。でその代わりには普通に若葉シューターみたいな感じ、スプラシューターとか若葉シューターみたいな感じでこうやってね塗りをやりながら動くことができますので、別に塗りがここ弱いわけではないです。別に単発機もね塗りが弱いわけではないんだけど、強いとか言われたらまあ長押しした方が塗れるよ。こうやってねドド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 一発目だけをずっと出し続けるっていう風に連打するんだよね。ただ本当にねこれで倒すのはなかなか練習と熟練度とエイム力っていうもののまあものと、この武器を連打しながら戦うっていう対面力、しかもねスプラッシュシールドをうまく使いながらこれをやるんだったらゴツガロンでいいやってなってしまうのが、まあ、この武器のダメなところですね。さあお相手はパブロ、パ
ブロ北斎シャープマーカーのノーチラスの47ですね。なんかシズルシーズンになって追加されたこの曲僕すげえ好きなんだよな。さあどういった、うまい、うわーっと当てられた、ナイス。僕は何も当たってないけどまあいいや。この場所で遠距離で刈られることは少ないと考えて飛びます。ボム置かれたら危険なんだけどね。ほい、うまっ、うまっ、シールド、うおー、よいしょい、よっしゃナイス。まあ今回はシールドはただのね、身を守る道具として味方の補助に使いましたが、あれで自分がやあの隠れつついろいろするっていう感じですね。ベストカウント更新、カウント進行ナンバー2。バトル関係に強いはずの武器でバトルの称号一切つかない。てかキルしかキルしてないからデスだけだよね。スペシャルも使ってない。ゼロキル2デスのゼロキル2です。ゼロウルショ、そもそも僕ウルショ打ってる？前回のさ1試合目も別に僕ウルショ打つことなくやられたよね。あれウルショ武器自体あんまり使わないから、うわすげえ、スプラッシューターコラボの方がすげえな。へえ、いやーでもラクトで4キルしてんの何気にすごくね。音がすごいよな、なんて音、ポン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 ってそんな感じの音を出します。キル速自体はね頑張れば早くいけますが、その分ねセミオート化するので指が死にます。いやーこれをうまくやるのが難しいんだけど、まあでもね遠距離を結構遠距離系シューターの中では遠くを狙える部類に入りますので、それを考えるとまあそこの部分でギリギリの部分を押し付けながらやると敵に一方的に射程&威力で勝つことができるっていう、そういうことができますね。ごま油チャーハンうまそう。ちょっと醤油とかも垂らしてうまそうにやろうぜ。さということで、お相手はボールドマーカーケルビン525が2人リッター 4K ですね。こちら側ボトルガイザーボールドマーカープラッシュブラスター、オッケー、当たんねー、これがあるからダメなんだ。さあゴールドマーカー同士がやり合ったな今。一発も当たんなかったよ。あんま連打をしない方がね、対面中近づかれたらもう連打しない方がいいんじゃないって思ってしまう。来るよボールマン、この盤面で来ないわけがない。ゴールドマーカーがダーン、ナイス、中突破されていく。さあどういく、対面として強いはずだ。うららららら、あらららららら、え、あとはウルショ使いたいよな。いや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 、勘弁ちょ。おお、ここ割りの爆発で終わったか。あ、完全バレてる。あ、バレすぎだろ。こんなとこまで来る普通ってぐらい来た。あんまりねリッターがいる中ジャンプを使いたくないんだよな。撃つのに集中するとマジで逃げられなくなるな。あらまあ時間がバレちまうぜ。
こういう風になるからダメなんだよね。はい、防衛。当たった。ケルビン、ケルビンもう一体いたんだった、そういえばっていうとこだな。あのケルビン置かれてれば。向こうの方が使うのうめえ。さあ、あんまりさせたくはないんだが。おいよ、シールド、どんだけシールド貼ってくんだよ。 OK、 シールドを貼ってルート制限した後、そのルートの制限された側をずっと打つ。 OK。 あ、消された。これいいな、戦い方として。てかそういう風に戦うのがありだね。特にホコ持ちとかだったら抜けてくるルートがあそこしかないから、必ず有利か不利かで言ったら有利対面を取れるんじゃの。外れたか。OK。 あー、くそ、シールドの端っこ。いやー、うまいことリッターを潜って倒せたんだけどな。さーて、うまっ。おー、これは逃げよう。シールドはそこまで万能じゃねえ。いやー、どうしましょうかね。これをほんとどうするべきか迷いどころです。オッケー。射程的に届くと思ったら届いた。危ない。リッター落としたから今のうちに。うわー、後ろにいたの。マジでよくあの盤面で潜もうという選択肢取れたな。すげえな。カウント有利だからこその心の余裕か。逃げるな、逃げるな、しかもな、逃げるな。いや、今の盤面はね、無理に突っ込むのはなしじゃないって思うかもしれませんが、あれ持ったまんまね、奥まで逃げられること多々ありますので、無理やりでも落としたい。で、無理やりでも落とせればワンチャン繋がることがあるから、今のは無理でも入る。ただ無理やりが過ぎた。今更だけど19,800円っていう名前の人は何？テレビショッピングでもやってんの？19,800円、19,800円だろ、スタートとなりますみたいな。お電話はこちらまで、今から30分間オペレーターを増やしてお待ちしておりますみたいな感じのものが今現在あるかもしれないね。さあ、ということで、さあ、ボールドマーカーの方だけが残っている。でもまあ、ボルマの方が残ってくれるのは素直にありがたい。ボールドマーカーは歩行のルールにおいてね、歩行持ちとして優秀だから。ズズズズズズズ、だけ音やっぱちょっと違うんだな。パンってやるとき、これ線を開けるような音、これだね。さすがボトルがね、埋め込まれてるだけあるよね。まあそもそもボトルから無限に弾が出てくる時点でおかしいけど、まあインク切れるからあれなんだけど、ボトルから出てくる量じゃない、嘆きのマートル、懐かしい。ハリーポッター。さあ行きましょう。お相手はフィンセント、ラクト450の金モデラーでスプラシューターコラボだね。遠
距離をやってくるのは少ないんだけど、ヴィンセントがやばいかもしれねえな。さあ金モデをやれ。よいしょ。ちなみに弾ブレもないのでね、遠距離の時それうまく使ってやると正確なエイムでね。オッケー、反応が早い、反応が早い。これはこれね、これはやられる。今のはちょっとかわせなかった。いやー、そこでナイス玉でやられるのか。お相手がマルチミサイル、ホップソナー、ナイス玉、トリプルトルネードか。回転率が高いのはマルミサと、マルミサは回転率っていうか塗りが強いけど、回転率自体はそこそこか。はい、よーい、こらせ。これをやって、いやーマジかよ、今の狩られんの。逃げたって今頑張って、うわー、やられた。均衡状態崩れたわ。嘆きのマートル、やりよる。嘆きのマートルってあんまイメージないんだけど、ハリーポッターのところのさ、あの世界にいるなんかトイレの花子さん的な存在だったよね確か。お、ナイス。いや、ジャンプ打ちをする必要は一切合切まあないんだけど、51。どうだろうな、あんまりよろしくはないんだが、めちゃくちゃ均衡してる状態よりかはまだマシになった。あんま通さねえよ。オッケー、うわー、ラクト、ラクトか。さあ残りまだ2分あんだよ。ほいや、塗ります。おっ、おー、うまい。あそこから開くと、よしよしよし、後ろへの逃げ道は塞いだ。ヴィンセントか。あんまりジャン、今回は捨てジャンとか積んでないから飛ばない方がいいな。火力が高いやつもいることだし。おお、やってんのか。おい、一撃1対1か。あー、共に2落ちしてますけれども、ここで取られてさすがにちょっとこの盤面じゃ飛べないんだって。51カウントあるからそこの部分まだ来ないと予想して普通に行きます。登ってくるよ。 OK、 ウルトラショットがマジで使えていない。ウルトラショット外れてるっしょ。違うわこれ。オッケー、やーん、やーん、オッケー。シールドもうちょいうまく使えるようになりたいですね。マジか、取るよ。さあどうくる。やったやったシールドに弾かれて落ちてった。やったやった
うわナイスキル、メインとしてのキル性能を存分に活かせて、おーいゲスバンプ、それでもゲスバンプやったぜ。勝てばいいのだよ、勝てば。いやでもまあ成績だけ見たら勝てばいいと言ってられる成績をしてねえな。まあ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 、一応戦績だけ見れば、戦績だけ見れば2勝2敗か、頑張った方です。はい、ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。ちょっと次回もね、シールド持ちの武器使ってシールドの対面とかに慣れていきたいものですね。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。